クマラボチャンネルのマスタークマです今回紹介するルアはこれヘドンのタイガーです、ね、前回ヘドンのビッグバドを紹介した時にね、えー、ヘドンっていう会社の歴史をちょっと説明しましたけど、ね、100年以上ある優勝正しいっていうかねあ老舗のルアメーカーです、まあ、ヘドンといえばね大抵の方がトップウォーターを思い浮かべると思いますけどこういうミノもね ちゃんとあります江戸のタイガーは、ね、1966年に3サイズで最初発売されて、ね、その2年後の1968年から4サイズで発売されていました、えーとね、サイズを説明すると型番が1010、ね、10これがタイガー株で大きさが約60ミリでその次が1020これタイガー今回ってるルアですねが大体大きさが80ミリ でその上に10430のマグナムタイガーっていうのが大きさが1 1 0リ、mm、でその上の、えー、ビッグタイガーっていうのがありましてこれが1 3 0ミ、mm、リの大きさになっていますで特にねこの1040のマグナムタイガーっていうのがすごい人気がありましたで、えー、もちろんねこのタイガーっていうのは今はカタログ落ちしてますつまり廃盤ですで この1030のマグナムタイガーっていうのがものすごく希少でね、高値で取引されてました。で、1995年にマミヤオピー、現オリンピックですね、が復刻させようとしたことがあったんですね。日本の輸入取引業者でしたから。ですが、金型が壊れてて、復刻がかなわず、後にね、これ金型作り直したのかどうなのかは知りませんけど、スミスさん、 の方からあーマグナムタイガーが復活はしていますで、えー、このちょっとね、間宮 OP、聞き覚えないんでしょうけど、このオリムピックって名前でね、今もロット専門みたいになっちゃってますけど、その昔はね、間宮 OP の前、これもまた面倒くさいんですけど、オリムピックって名前でやってまして、 私、聞いた話です。これ、本当かどうかわからないですけど、オリンピックですね、五輪、オリンピック協会からあクレームが入って名前をマミヤ OP にして、えー、しばらく販売をしてて、で、またオリンピックに戻したっていう逸話が残ってます。これはちょっとね、あのー、裏が取れてる情報じゃないんで、はっきりはわからないんですけど、まあ、そういう話があるってことです。で、えー、またこのルアーの話に戻しますけど、これはね、ミ、え、ノ、ー、タイプ。 ですよね、見た通り。でありながらね、えー、これ1960年当時に、えー、ウェービングっていう、ねえー、概念をもうカタローの方できちんと歌っています。で、このルアー、ものすごくローリングも強いルアーで、えー、かなりね、えー、動きが激しいです、当時のルアーにしては。で、この特徴的なね、今見えてると思いますけど、ギザギザのリップは、これ、格好だけをね、うん、あのー、 けけたわけじゃなくてこれターボスロットっていうネーミングでやってますけど、これはね水を不規則にかむことで、ルアーの動きを不規則にさせるっていうね役目のもとにこういう形にされています。でこのタイガーなんですけど、これ実はね深く潜るミノーではなくて、えー、水面下3 0ンチぐらいのところをね、えー、勝負するミノーで。えー なんですかね、通常ライブリーって呼ばれてる、えー、サブサーフェイスミノーっていう分類に入りますですから、えー、トップウォーターに近い使い方でもちろん、ねえー、ミノーなんで魚の形してますし動かしやすいですで、えー、トップウォーター的にねチョンって操作して深く潜らして浮力高いんでポンって浮かして釣るって釣り方もあるし結構、ね、多彩な釣り方ができるミノーですでこの 今回っているタイガーなんですけど、これ、リアルに40何年前のタイガーです。これね、出の出所はっきりしているタイガーなんで、えーと、約41年、2年ぐらい前に購入されたタイガーで、えー、何も変わってません。えー、特徴的な、ね、フック、シャンクの長いフックついてますよね。これもオールドのヘドンで特徴的なあフックなんですけど、そこも変えてませんし、 ほとんど、ね、デッドストック状態で、えー、しまわれていたやつを今、ここでこうやって紹介しているわけです、ね。こういうふうに、ね、あの変わらない良さってのがありますよね、ヘドンは。ね、こういうのも含めて、ねえー、中古市場でもほとんどタイガーさん見かけなくなってきてますけどもし見かけることがありましたら、ね、ちょっと手に取って、ね、ああの時き、えー、クマラボチャンネルで言ってたこれがタイガーか。 これがタイガーカーブかみたいな感じでね、見ていただけたらこのチャンネルで紹介している甲斐があると思いますんで、えぜひねえ、見かけたらそうやって手に取って眺めてみてはいかがでしょうか。もちろん実調に使ってもね、十分今でも釣れる輪だと私は思います。では今回はここまで。次回何を紹介するかは次回のお楽しみにしてください。では今回はここまで。